こんにちは、坂東です。希望です。今日は珍しい外壁の色で塗装するということで撮影しに来ました。他の会社とか職人さんは塗ったことがあるかもしれませんけども、はい、ちょっと自分的には本当珍しかったので動画にしたいと思います。この白い壁が何色なんでしょう。です、ね、これ下塗り終わってますもんね。はい、これが下塗り1回目です。もともとはどういう色だったんですか。もともとはちょっとベージュっぽいとか、よくある感じですかね、はい、楽しみですね。ですね。では行ってみましょう。はい、こちらがのテラコッタという、テラコッタ、はい、茶色の明るい感じですね。かわいい、レンガの色って感じですね。そうですね。じゃあこれから塗っていきたいと思います。はい。塗り方としては、まあ、毎回言ってるように今回サイディングボードなので横目を先にやっていきます。はい。まあ、見ての通りこちらの方はちょっと仕上がってるんですけども、この塗った時と乾燥した時の色がこんだけ違うので。全然違いますね。違いますね。はい、乾くと同じようになりますので。なんか白が混ざった感じなんですね、その乾く前は。う、ね、うんうんうん。まあ、これも大体縦をこうやってあげて、凹凸とか凸凹があるんで、うんうん、細かく入るようにしてあげます。いつも見る縦縦横横ですね。今回ちょっと左から右に行ってるんですけども、自分はやっぱ右利きなんで本当は右から左なんですけども、都合上左から右に行ってますんで、最後ローラーを来た方向に戻してあげると、毛の目がみんなこっちに向くんで、はい、繋ぐときに全部こっちが向くようにします。おー、素人ではあんまり分からないような。塗ってるときは全然分かんないんですけど、乾いたときにそういったローラーの目が関係してくるんで、ここに線が出ちゃうときがあるんで、毛の目を合わせてあげた方のが後々問題が発生しにくいので。繊細ですよね。本当そうですね。多分ガラッと変わりますよね、もともとベージュ、はい、色とのことなので。そうですね。今回2色使ってるんですけど、これ最初の1色目なんですけども、テスさん曰くちょっと木のイメージがあるらしいので。イメージがあるんですね。ね、なんか色選びの時にそういうのもやると楽しいですね。はい、参考になります ね。木の色が最初に来たってことは2色目がどんな色かっていうのはちょっと楽しみですけども。本当になんかちょっと分かっちゃいましたね、もう。あと今回コーキングを打ち替えてるんですけども、コーキングのところがちょっと凹凸とかが結構高いので、はい、そういうところで縫い残しが発生しやすいので、うんうんうん、縫い残しがないかどうか、あとはネタのつきすぎだと後からだれてくるので、それも気をつけた方がいいですね。なんでこの色出ないんですかね。いい色ですよね。いい色ですね。ほんとかわいい。まあ、自分が偶然合わなかっただけかもしれませんけどね。人気色が分かるように最近出た色っていうのを出してもらったんですけど。そうですね。偏りはありますよね。そうですね。無難な色がやっぱりね多い。コムライフの倉庫には在庫品があったので、他のファンは塗ってるかもしれませんけども。さあ、テラコッタっていうのは自分も初めて聞いた単語なんで。テラコッタって覚えるの大変でしたからね。テラコッタ結構聞き馴染みありますよね。あれはなんかタイルとかでありません？わかんない。これわかんないです。自分も食べ物かと思いましたから。あ、食べ物。まあ、あとはこれ塗ってるとお肉の感じに見えてきちゃって。あ、そっち。今はそう思わないですけど、乾いてくると結構赤々しくなるんで。あー、こっちの。そうですね、仕上がってる色が。あー、確かにちょっとね、どうかな。どうかな。どうかな。参考になるといいですね。今回テラコッタでまた塗りたい方が調べて、ね、この動画にたどり着いて、うんうん、あ、こんな感じなんだっていうのが分かってもらえれば嬉しいです。嬉しいですね。で、ここの角とか塗ってる時って、こっちの今まで塗ってきた面にも塗料がいってしまう時があるんで、はい、空のローラーで少し取ってあげた方のが仕上がりは良くなるんで。そっか、ちょっとこういっちゃうんですね。そうですね、角はちょっと気をつけた方がいいですね。なるほど。私この前動画編集してて初めて知ったんですけど、色ごとに金額違うんですね。はい、で言ってましたね、多少違うって。知らなかった、全部同じかと思ってました。多分使う顔料がやっぱ違うからじゃないですかね。ってことですよね。うん、中塗りはあれですよね、下が白だから塗り残しが分かりやすいですね。さっきも言った通り、あの塗った時と乾いた時は全然違うので、はい、中塗りも注意深くちゃんと見れば塗り残しはないので。はい、で今回色が濃いからそれこそ本当に分かりやすいですね。そうですね。あ、塗り終わりました。イエー、これがまず外壁の1色目の色ですね。はい、はい、私予想します。はい、緑。わあ、ただこの緑の名前を当てられる人はなかなかいないと思います。当ててみましょうか。リーフグリーン。私フォレストグリーン。グリーンつきます？つきません。つきません。最初の一文字。
最初はリです。リリーフ、リーフではありませんリバーガムです。リバーガム、わかんない。カワガム、でも可愛い、この前がくすんだ、くすみカラー、くすみカラー可愛いですね。可愛い。今度は縦模様なので今度は横にはしないので。おー、かわいい。今日陰なんでちょっと分かりづらいかもしれませんけど。そうですね、ちょっと分かりづらい。今天井付近は仕上げてあるんで色の差が出るとは思うんですけど。あ、確かに、うん、やっぱり乾く前は白が混ざった感じで明るくなるんですかね。そうですね、塗り方ちょっと違うんですね、まあ、ここは本当ちょっと力入れて竹目地があるんで目地の中に入れてあげるような感じで、あとはつけすぎた材料を取ってあげる感じ で先ほどと一緒に反対側の角のカラーローラーで塗料を取ってあげる感じですね、はい、ローラーの目を上に向けてあげて、まだここに線が出ないようになります。はい、揃えていくんですね。どっちが塗りやすいですか、さっきの。こっちの方が塗りやすいですね。あ、やっぱそうなんですね。グリーンの外壁ってあんまり見たことないかもしれないですね。緑は結構屋根に多いかもしれないですね。あ、そのイメージもあります。屋根一回取りましたね。取りましたね。もうちょっと明るいグリーンでしたけど。ここの外壁ももともと色は違うかったんですか。ここはちょっと青系でしたね。青系だったんですね。まあ後で写してもらいますけど、ここ屋根深緑色です。あ、そうなんですか、はい、屋根もじゃあ、はい、また色が違うんですね。ハフトヨ、もうちょっと明るい緑です。緑をふんだんに使ってますそっか、イメージがもう木ですもんね、うんうん、こっち分かりやすいですね、色がめっちゃ可愛い。可愛い。こっちがもう乾いてる色ですよね。そうですね。これちょっと艶消しみたいな感じに見えるんですけど、ブトンです三部艶でございます。やったー、艶ずいぶん目が肥えてきました、ね、これで中塗りが完了です。はい、色がバッと変わる瞬間、そうですよ ね、 いいですね。これで1日1工程なので上塗りは明日になります。はい、はい、屋根見に来ました。はい、こんな感じの濃いグリーンですね。本当だ、可愛いですね。またハフ板は薄い緑です。うんうんうん、本当に全体的にキーって感じの赤い葉っぱと濃い葉っぱみたいな。本当ですね。色分けを見に来ました。はい、おー、なるほど、ほらほら、もともとここだけ外壁が違う、はい、これでリバーガムにしてるんですけども幅広くなりました。なるほど。じゃあここはもう色をつなげちゃったってことですね。そうですね。向こうにも縦のコーキングがあるんで、それで見切り取ってます。ここまでですね。このコーキングまで。まあこういったこともできますよというちょっと。はい。皆さんご相談ください。はい、2日目です。昨日塗ったところなんですけど、近くでよーく見ると白いのが。若干見えてるの分かりますかね。これ緑の外壁も一回だけだとうっすら白いのがプツプツって見えます。では今日もよろしくお願いします。今日が上塗り2回目、計3回目の塗装になります。はい、まあ、昨日と同じでほぼやり方も一緒です。やっぱ上に重ねると色全然違いますね。違いますね。乾くと全またテラコッタになりますんで、はいあとは塗り残しがないように。はい、仕上げだからもうこれで終わりですもんね。そうですね、やっぱ塗り残しがあるとそこだけ色とかツヤが全然違うんで、はい、後から分かってしまうんで。うーん、でももうなんかすでに乾いていって色変わってます。早い。ちょっと風強いんでやっぱしその分乾きはちょっと早いと思うんですね。なるほど。はい、一面塗り終わりました。めっちゃ早かったですはい、リバーガムも2回目塗っていきます。こうやってちっちゃいローラーと大きいローラーで使い分けて塗っていった方が、はい、楽だと思いますので。あ、そうなんですね。これは天井に近いところとか細かいところってことですか。そうですね。うーん、場合によってはもっとちっちゃいローラーもあるんで、はい、そういったので使い分ける時もありますね。うーん、
今なんかは自分の得意なあの、あ、出たペットボトルにハケヒレつけてますんで、これにハケ装備すればもうどこでも塗れますんで完璧ですねやっぱこっちの方が色が分かりやすいですねこんな感じで仕上がりました。はい、塗り終わりました。はい、はい、これが2回目完了しまして、まあ、まだ完全硬化はしてないんですけども、ある程度上塗りの乾燥の状態に近づいてきましたんで、はい、お見せします。めっちゃ綺麗ですよね。そうですね、テラコッタです。これで壁の方はもう終わりですね。そうですね、はい、一応動画用にここだけ残しておいたんでありがとうございますこれで外壁の方は終わりです。終わりです。また違う動画でよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれではさようなら、バイバイ。